引っ越ししますよ。引っ越し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 。てめえ。あらへんな。いや、ない。どうなってんねんと思って。ない。確かにない。いやいやいや。後ろ見てくださいよ。後ろ後ろ。いや、知っとったからほら、準備できたんで。チュース。クラウド見ましょう。はい。チュース。行きます。あ、俺らが住んでたエリア。ダウンタウンのウエストエンドっすね。ウエストエンド。西の果てと書いてウエストのエンドと言います。いいロケーション。いいんすダウンタウンやし、いいんやけど家賃が高い。建物が古い。そうだから、俺らの部屋の上にファミリー住んでるけど、やばいよね、夫婦のセックス。もうそれだけで収まればいいけどな。ガキンチョはしぐわ、親夜スクリーミングするわ。いろいろやばい。ベッドの上はいろいろやばい。あ、トラック見えてきましたよ。カナダで、まあ、日本でああいうトラック借りれへんやん。借りれないですね、あんまり見ない。レンタルってあんま俺聞いたことない。こっち、そもそもなんか引っ越しするってなったら業者に頼む。黒猫山と、いやいや、あれですよ、アークとかアリさんとか。アリさんで、ヤマトは配達ですよ。引っ越しじゃなくて、はい、これが今日借りる。これ僕らのかな。でこのユーハル、やつユーハル。これで引っ越しレンタル。これ便利なんか、24/7で年から年中借りれて。これの意味は24時間セブンデイズ、あの年中無休って意味ですね、これは。そう、要はで、トラックシェアで、これの単体が 19.95 ドルレンタルで、そっから1キロ前、1キロごとに値段があって、これ何セントだ、50セント、49セントとかで50セントですね。今日6時間借りるけど、多分時間は関係ない、走った距離全部。走った距離、まあパッドで50ドルぐらい、1日。サイズはもうちょっといくな。サイズもちょっとでかい、全体のサイズを。結構でかい、でかめのバン。3メーターぐらいで、後ろもこれクイーンサイズ入るサイズだから。そう、ここ分かってる。まあ高さはあんまりないけど、横が広いかな、横と長さが。じゃあこれで引っ越してみます。行ってきます。会社のバンドちゃうかな。そうですね。おー、トヨタかっこいい。
なんとか引っ越し荷物全部届きました。で、これが新しいお家です。僕らが使うのはこの一角、芝生も結構いい感じでこれのフィクシーバンブルビーバイクともいい感じに合うっしょ。中はこんな感じ。荷物がちょっとメッシーで、今からお片付け。2ベッドルームです。1個はこっち、ランドリー乾燥機があって、こっちにお風呂トイレで、もう1個のセカンドルームがここ。こじんまりしてる、こんな感じで、バルコニーもついてて、結構スノーボードとかチャリンコいじれるし、こうやって鬼塚さんもギター弾いてる。ちょっと練習しとった。手かじくさみらしいです。ギターおじさん、ちょっと1曲いいですか。いや、1曲もできないわ。ムービングフィニッシュ祝いで、シャロー、シャローっていうちょっと出だしのとこだけちょっとできる。いくよ。